前回ですね、あのシノロジーフォトスの DSM7 ベータをちょっと入れて今試しているところなんですけど、まあ、以前からこのシノロジーフォトスを外から見るっていうのを使うときに、まあ、起こっていた問題が一つだけあって、共有ですね、共有のリンクがいまいちなんですよ。まあ、ちょっと正式運用しているものをちょっと見せるわけにもいかないので、IP アドレスベースになってあんまり表現として正しくないかもしれないですけど、まあ、こういう写真をまあパソコンで自宅で見るのは全然問題ないんですけど、まあ、IP アドレス見てるんですが、例えばこれスマートフォンで使ったりとか、この写真を他の人に共有したいなと思って共有アドレスを出そうと思った時に、まあ、自宅の中では IP アドレスでアクセスしてるんですが、まあ、外からだとドメインになるわけですね、ここは。で、あのシノロジーの DSM はあのポートが標準がね5000とかなんですよ。80ポートとか443 の、 あの HTTP で普通にアクセスできるポートってウェブサーバーに予約されてるので、自分がパッと使える状態にはなってなくて、まあ、変える方法もあるんですけど、かなりイレギュラーなやり方なので、できるだけ純正の状態使いたいなと思うと、この DSM のアクセスとかフォトステーションとか、まあ、モーメンツとか今までのアプリもそうなんですけど、全部ポート指定なんですよ。で、ここがですねちょっと疑問で、こういうアドレスを入ってくるときに、まあ、共有ボタンっていうのがあって、共有ボタンを押すと、その権限に応じて専用のアドレスが発行されるんですけど、ここがねローカルアドレスになるんですよ。これ外からアクセスするのに自宅の中のそのローカルのアドレスが出ちゃって、これアクセスできねえなーってなるんですよね。で、これを改善する方法みたいなのもいろいろちょっと探って、以前ちょっとシノロジーにサポートのチケット切ったこともあるんですけど、フォトスと、ドライブとか他のアプリとかでも全然この命名規則がね違うんですよ、この下のドメイン以下のアドレスが。で、ちょっとどういう風にやったら全てのアプリを万民にうまく共有できるようになるのかっていうところがずっと放置プレイで、まあ、結局ここ使わないで対応するっていう処理をずっとしてきていたんですけど、ちょっとなんか解決方法が見えてきた気がします。シノロジーの方で、まあシノロジーのとか DSM の方でここの共有アドレスの命名規則をちょっと書き換えてもらうっていう作業をどっかでしなきゃいけないんですけど、それをスマートにやる方法が今までちょっと分かってなかったんですが、ちょっとこういう試験運用のナスを使うことでそこがちょっと今見えてきたのでお伝えしようかなと思います。このシノロジーのナスの中でアドレスとかドメイン設定するところって結構何箇所かあって、どれを使えばいいのかってすごい分かりにくいんですけど、このひとまずは外部アクセスっていうところに、まあ、クイックコネクトを使うと、まあ、シノロジーサーバーを経由してアクセスできるようになるので、1位のアドレスでアクセスできるようにはなるんですけど、そのシノロジーのサーバーを経由するっていう行為が伴うことによってパケットの制限がある程度かかるので、まあ、これはあくまでも自分がパッと使えるっていうように使うものであって、他人に使わせるものではないんですよ。なので、まあここはまあ別に置いとくと、一つは DDNS ってこうダイナミック DNS のアドレスを追加するっていうところで、ここにダイナミック DNS のサービスをどれ使ってるかっていうのと、まあアカウントを入れてやると、それと自分の IP アドレスを紐付けてくれるっていう、まあ、機能が一つありますと。で、もう一個、この詳細っていうのがあって、Google Docs とか Pixel のエディターのあのウェブサービスを、DSM から使おうと思った時に、まあ、外部の API、外部の API がどこに対してアクセスすればいいんだっていうのをまあ設定するところが、まあ、一箇所あると。で、まあ、それとはまた別に、このログインポータルっていう設定があって、この DSM のポートをどこにしますかとかって変えれるんですけど、まあ、ここ80とか443には変えれないので、まあ、他の被ってないところにするしかないんですけど、まあ、ここも設定ができると。で、あと、アプリ前に、こうファイルステーションとかシノロジーフォトスみたいなのも、それぞれ、エイリアスとカスタマイズポートっていうのが設定できるようになっていると。あと、まあ、ドメインですね。でもこの辺の作用がどういう風にしていくのかが全然見えなくて、まあ、リバースプロキシって設定もあるんですけど、どれがどういう風に上位になっていて下位になっていてってのが全然今まで見えてなかったんですけど、まあ、まあ一番フォトスを外に公開するんだったら設定変えるんだったら普通だったらここだなと思って、このエイリアスとかポートとかっていうのを変えれるんですけど、このエイリアスはですね、あくまでもドメインの下にサブディレクトリーみたいな感じでつくものなので、
ポート変換には全然有効に働かないと。で、まあ、あれですよね。まあ、多分詳しい方はご存知だと思うんですけど、この IP アドレスとか、このドメインの部分に対してポートがついているので、この前ご紹介した、HTTPS ポータルとか、こういうシノロジーのNASの中でのポート変換っていう観点でいうと、まあ書き換えれるんですけど、なんていうか、外からアクセスするときって、このポートがついているともそもそもポート指定になっちゃうので、外から入ってくる時と、その DSM に入る時のポートが一致してないと、さっきの共有アドレスっていうのを発行するとそもそも食い違っちゃうっていう、ここは5000になっちゃってるので、外からも5000、 DSM もポートが5000にしとかないと、もうここは成り立たない。だからできるだけここは本当つけてほしくないんですよね。ここはつかないようにしなきゃいけないと。で、かつ、この IP アドレスの部分はドメインに書き換えてもらわなきゃいけないっていうことになるので、それをどうしたものかっていう風になると、ここにはそこの設定がうまくいかない。ここでどう書こうとそのポートがついちゃったりとかするんですよ。で、いろいろやり方を、検討した結果、 DSM6 でもそうなんですけど、このネットワークのひとまず、ネットワークじゃない、外部アクセスのこの DDNS ですね、このダイナミック DNS のところに書き込むと、ひとまずここに書き込んだドメインが先ほどの共有アドレスのここに反映されることは確認してるんですよね。ここです。ここに反映されるんですよ。なので、まあ、ポートは変えられないんだけど、この IP アドレスをドメインに書き換えるのはこの DDNS の設定のところでできると。かつここに追加できる DNS は複数なんですけど、一番最後に追加したものが、反映されると、一番上位のドメインが反映されると。でも IP アドレスがドメインになるだけで、ポートは書き換えてもらえないと。ポートが指定したくないなってなった時に、じゃあどうするんだってなると、DDS の書き換えよりも、パワーがあるのはこの詳細のところの設定みたいです。ここはあくまでも Google Docs Pixel Editor って書いてあるんですけど、これが全ての、サービスに効くっぽくて、ここを、ホスト名 と、IP や、ポートを書き換えると、 DSM の中の挙動上は何も変更がないんだけど、外に提示する、情報だけがここに書いてある情報に書き換わるみたいなイメージです。なのでここを例えば yyy.zzz っていうドメインにして、ここを80ポートと、443にして、とりあえず書き込んでおくと、シノロジーフォトス上で、共有されるアドレスがこれになるんですよ。で、80ポートと443にしてるので、後ろにポート番号がつかないっていうことができるので、基本的にはもう外部に公開する、ドメインとポートは全てここで司られていると思っていいんじゃないかなと思います。っていうのに今回気づきました。今までなんでこの DDNS の設定がちゃんとポートまで反映されないんだとか、いろいろすげえ苦労してリバースプロキシーとかいろいろやったりとかしてたんですけど、全てはここで解決するっぽいです。なので、まあ、このインターネットサービスを有効にしてっていう、なんかこの2つにしか効果なさそうに見えるんですけど、基本的に外に見せるサービスは全てこれが有効化されるようなので、共有アドレスっていうここを使いたい人たちはここと、まあ、ここを意識する感じですね。で、まあサービス別にポートを変えたりとかすると、まあ今のルールでもダメなんですけど、基本的にはまあこのファイルステーションとかシノロジーフォトスが見れればいいなと思って出るっていう考えだったらこれでいいですね。で、まあ DSM のログイン、ドメインと、まあ DSM に対してのログインとか、その自分の持ってるウェブサーバーへのログインとかっていう、ここのドメインを変えたければ、まあ自分でちょっとサブドメインつけて転送するとかっていう作業をしなきゃいけないのかもしれないですけど、やっと原因が分かりましたね。ここです。ここはもうどうしてもDSM にアクセスするためのドメインっていう感じになっちゃいますけれども、それが問題ないんだったらそれでいいのかなっていう気もしますし、フォトスとそのファイルステーションのドメインをサブドメインで分けたいなってなったりすると、ちょっと内部で転送したりとかってしなきゃいけなくなっちゃうかなって気もしますが、とりあえずここで多分フォトス限定になっちゃうんだったら、フォトス .yyy.zzz みたいなサブドメインをつけて、
適用してしまえば、ここで共有アドレスが発行されるときに、photos.yy.zzp みたいになりますね。はい、まあドメインの設定とかは別にして、最後にですね、Synology Photos が新しく搭載している機能として、個人スペースと共有スペースっていうのがあって、個人スペースっていうのが今までモーメントとかでも使ってた自分のスマホとかからアップロードした写真が、まあ、見れるっていう画面なんですけど、あと共有スペースっていうのがあります。でこの共有スペースっていうのがどういうふうに使えるのかちょっと挙動を確認してみたんですが、共有スペースは共有スペース、個人スペースは個人スペースに自分でまあ任意に上げるって感じなので、スマホのファイルを自動同期しようと思ったら個人スペースで、共有スペースは意図的に自分がこのフォルダに写真を選んで追加していくっていう挙動です。どうなるかっていうと、ストレージを見るとですね、個人スペースはホームズ、どんな Linux でもそうなんですけど、ホームディレクトリって自分専用のアカウントに対して一つ発行されるディレクトリの中に、まあ、フォトスっていうフォルダができて、その中に機種別に、写真がちょっと今アカウント名が見えちゃうのであれなんですけど、ダーッと並ぶ感じなんですが、この共有スペースにアップロードした写真は挙動としてはホームズの個人ディレクトリじゃなくてフォトっていう、シノロジーの今までのバージョンで言うと、フォトステーションのような位置関係のフォトっていう、もう DSM の中に共有のストレージというかフォルダができて、その中にファイルが入っていくみたいですね。なのでこれは共有スペースっていう感覚としてはもう間違ってないんですけど、逆に言えば DSM を使ってる人全員に勝手に共有されてしまうフォルダーになってしまうので、私と例えばこの人とだけ共有したいっていうのにはちょっと使えなさそうな挙動ですね。まあそれ、シノロジーのアカウントを持ってない人に対しての共有っていうのはまた別にできるんですけど、シノロジーのアカウントを持ってる人に対してはもう勝手に共有されちゃうっていう扱いになるっぽいです。ただこのフォトスの画面でフォルダー作ったりとかアップロードしたりとか結構いろんなことができるようになってるので、今までのそのアップロードしてそれを見てとか共有してで終わりっていう感じじゃない、ちょっとある程度カスタマイズができるような感じになってますね。これフォルダーの中で写真移動したりとかもできるので、それなりにエクスプローラー使わなくても作業ができるんじゃないかなと思います。これちなみにフォルダーはですね、多分EXIFの写真の中についている写真の撮影日時を元に分類されてフォルダーができていく感じになっていますが、多分アップロードした後は動かしてもその位置が保存されるんじゃないかなと思います。フォルダーに例えば何月何日どこどこに行ったとか、なんかそういうイベント名をつけてる人はこの画面でアップロードするんじゃなくて、普通にファイルマネージャーでフォルダーごとごそっとアップロードするのが正解かなっていうふうに思います。このアップロード機能を使うと写真としてアップロードされていく感じになっちゃうので、勝手に日付が整理されちゃう感じですかね。まあ、一回アップロードしてしまえばここでフォルダ作ったりとか編集したりともできるので、そういう相当の書き方もできるんでしょうけど、そんな挙動です。便利っちゃ便利になったっていうのが、まあ今回私が使ってみた結論なので、DSM6 までのちょっとフォトステーションが使えなかったなとか、モーメンツだと物足りねえなって思ってた人は一回試してみて乗り換えてしまうのもありなんじゃないかなと思います。まあ将来的にアップデートされるので乗り換えないっていう選択肢があるのかっていうと、ちょっとそこは微妙なんですけど、シノロジーを見限るほどダメなアップデートだなとも思ってないので、一応使ってみることをお勧めしますね。やっぱりちょっとギークな人には物足りない感じはしますけども、普通の人が普通に写真を保存しておきたいなって思うのに使う分には全然十分な感じの機能は備えてるかなっていう気もしますし、そこまでもっさり感も感じないので、 Google フォトの移行先の一つの選択肢として考えてみるのもいいんじゃないかなと思いました。